え今じゃあ今現時点でまだ出てない駒は、はい、ボブ回りとセカオワと嵐と星野源と水曜日のカンパネラだと、はい、これはショ k 杯難しいですね尺に収まるんでしょうか先手本広克行これ結構おしゃれな子ですねおしゃれです 首もちょっとタートルですからね中に入っているのは、はい、タートルのにちょっとみ青のレザーはいそしてレース気味のインナーに、うん、そしてこうスラックスっぽいタックの入ったパンツをはいヒールのある靴でまとめてると、うん、そて靴とこうジャケットの色も合ってますねでベルトのこのゴールドもちょっと効いてるしもうん、このこう読みで言うとばこれとかこれああ出てないところで言うとね確かにこのなんか古着感ってちょっとこの 感じありますよね。うん、あります。ありますよね。あります。あります。この辺はないから、やっぱこれかなとか。十秒。確かに。うん、九。これが。これが。強そうですね。七。六。先手。本広克幸星野源。来ましたね。来ました。まあ、確かに、これはすごい関連性がある。うん、最近のこう、おしゃれな女性がね。こう、星野源を好きだっていう傾向はもうたくさんあるんですね。 目がね、優しそうだ。もん、ね、優しそうです。うん、優しそうだもん。けんちゃんって言ってそうな感じが、確かにする。けん、はい、ちゃん。聞十 <laughs> 秒。九 <laughs> <あ>対して。まさかの。八。後手、松永大志。世界の終わり。これも、ちょっと鋭い読みですね。鋭いですね。確かに、今回の写真は武蔵野美術大学の学生に協力していただいたんですね。はい。 なので美大の生度なんですよ、はい、美大の生徒なので世界の終わりのそのポップな部分じゃなくて戦略であったり世界観みたいなものに惹かれてる傾向あるんですね。うそう考えるとこういったルックスの人も世界の終わりが好きだっていう可能性ある確かに私が好きな世界の終わりはみんなが思う世界の終わりとは違う目線から見た世界の終わりが好きだっていう観点だと そういう読みを多分松永監督がしたわけですよ。深いですね。深いですね。あり得ますね、そう考えると。あり得ます。うん、これはちょっとどんな回答になるのかね、楽しみですね。見てみましょうか。はい、回答。水曜日のカンパネル。<laughs> まあ、読み通りですね。はい。まあ、師匠が言った通りね。師匠の通り水曜日のカンパネルだったと。はい。お互いちょっと深読みしすぎたなと。これはもう N.F. 将棋の深みにハまってしまったという、ねはい、はまりましたね。ハまってしまいましたね。 そさ早速次のカード行きましょうかあは。これは見たことがあります見たことがありますね,ますね受験は会議室で起きてるんじゃない現場で起きてるんだというこれはまずこのアウターはねあのかの有名なあの映画のあのウエアじゃないですかまさか,まさか,これはか モックン外せないですね外せないですこれですねありえますよねありえます。確かにこのミュージシャンはこのアウターをアシャレで使ってたりしましたもんねはいですよねこれかなみたいな感じしますけど、うん、でもなんかこれっていう感じもウォールバックがウォールバックだしなんかこうヤーマンヤーマン,ヤーマンって言ってそうなダラッとした感じ ヤーマン。ヤマン系な感じもしますからね。これ。結構難しいですね。これ音楽的には対局ですからね。はい。九。こっちくるんですか。八。先手。松永大志。ボブ回り。こう、ここはボブ回りで行きましたね。確かに、これ、この今出てる駒の中では、これは確かにあり得る。あり得ます。これに対してね。はい。もっくんくんが。どんな駒を選ぶか。十秒。九。 八七六五後手、元広克幸、ボブ回り出た、<laughs> もっくん得意の道後間、ま、ぶつけてきましたねこボブ回りって解説が言ったから多分ボブ回りなんだろうなと思ってとりあえずリーチになりたいから同じのぶつけようっていうもっくんらしいってですね、これはまあこれでも回答見てみましょうか、早速はい ボブ回やはりボブり・マーレこれはモックンはずるい一手でリーチかけましたねリーチですこれを1勝と2勝でですね、はい、モックンはこれであと1勝すればこの対局勝てると、はい、もう出る悔いは打つぞと。<laughs> 負けないぞ新人監督はとりあえず全部叩き落としていくぞというね <laughs> 気迫を感じますね感じました。うん